アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月12日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節リードイホートエールズ対広島ホークスの一戦が間もなく行われます。試合開始は1試合目の試合の延長の都合がありまして14時20分キックオフ予定となっております。両チームそのフィールドのウォーミングフィールド前のウォーミングアップを終わりまして、まもなく試合開始の時を迎えようとしております。本日の鶴見緑地はあいにくの雨の模様となっております。この点が両チームの戦いぶりにも影響するような、そのような天候となっております。両チーム今シーズンは非常に好調で、現時点ともに3戦全勝、つまりこの一戦全勝対決となります。もちろんこの試合に勝利したチームが優勝する可能性大きく高まるという、そのような一戦となりました。早速チャット内のメッセージありがとうございます。岩田さんはフライホークス、広島ホークスへの応援メッセージですね。ありがとうございます。両チームさ、後ほどご紹介しようと思っておりましたが、今シーズンの X3 ウエストは非常に大きな変革の年を迎えております。来季 X リーグがリーグ編成大きく編成変わることによりまして、今季 X3 にありますチームはそれぞれのブロック6チームの対抗戦となっておりますが、この上位3チームが自動的に X2 に上がれるという非常に大きな年となりました。この点におきまして6チーム中3位、つまり勝ち越しが条件となりましたが、広島ホークス、リードウェイホークとは共に3勝しまして、その勝ち越しという権利を得ております。しかしまだ相星という可能性がまだ残っておりますので、できれば4勝目を確保し、その X2 昇格を 確定という形を導きたいといった一戦になります。優勝争いとともに X2 確定というその権利を得るための一戦となります。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますが、本日はホームチーム扱いとなっておりますネイビーをまとっています広島ホークスです。奥側がアウェーという形になりますが、リードイホートエールズになります。ホワイトのユニフォームです。広島キックオフ、エールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。チーム試合前の劇を飛ばしまして、まもなく試合開始となります。まずは広島ホークスのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーは広島ホークス19番の花岡です。立命館大学出身。今季好調な広島のそのキッキングチームを率いております花岡です。対しましてリターン側はリードイホートエールズはリターナーに18番と21番を配置しています。
岩田さんメッセージありがとうございます。広島の3番クォーターバック山口選手に注目ということでメッセージをいただきました。ぜひ注目しましょう。さあまずはエールズリターンに入った。リターナー21番、左オープンをつかんとするリターンを敢行し、自陣34ヤード付近の攻撃位置を得ました。この位置からエールズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはエールズ最初の攻撃に入ります。リードエフォートエールズ、ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。いきなりのロングパスです。しかしこのパスは不成功。ナイスディフェンス。ここでエールズその最初のプレー、いきなりタッチダウンを狙うロングパスを投じました。まさに意表をつくプレーでしたが、しかしこれを広島見事にパスカットし、パス不成功に変えています。さあまず最初エールズは大きなビッグプレーを狙わんとするロングパスを投じましたが、これは不成功となりセカンドダウンに変わります。前パスは失敗ですと元の位置に戻されます。従いましてエールズ場所変わらずセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。これは広島ナイスディフェンス。今度はランニングバックにボールをハンドオフしまして、21番の右オープンへのランプレーを展開戦というところでしたが、これは広島ディフェンス40番でしょうか、素晴らしい対応をしまして1ヤードロスに変えています。倒れたところが前進交代地点という形になりますので、広島1ヤード下げる形に成功しました。広島40番は富永、広島大学出身。さあエールズサーダンイレブンです。さあディフェンス襲いかかる。クォーターバック4番プレッシャーを感じながら急遽ランプレーに変えました。スクランブルのランプレーです。緊急発進のランによって前進を図り、攻撃権更新を突破を狙わんとするところでしたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。その最初のシリーズから非常に激しい攻防となっております。エールズフォースダウン4、フォーメーションを変えます。パンプフォーメーション、キックによる陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄ですが、このキック力に注目しましょう。このキックは左サイドライン側を蹴り込みまして、広島陣23ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。非常にスピーディーな展開を試みましたエールズですが、結果的には攻撃権更新ならず、パントによって攻撃放棄となりました。アメリカンフットボールはこの4回の攻撃権を使い、攻撃権更新を図るか、得点を狙います。まずはエールズの攻撃を広島抑えました。広島攻撃権取りまして、自陣23ヤードからの攻撃に入ります。さあその岩田選手注目の広島のオフェンスシリーズとなります。広島自陣23ヤードからファーストダウン10。さあその注目のクォーターバック3番のランプレーです。パスを投じんと下がりましたが、相手のディフェンスカバーいいと見まして、スクランブル緊急発進のランに変えました。この判断よく約9ヤードのゲインに変えております。まず最初にその快速を披露しましたのはクォーターバック3番の山口でした。アジア大学出身のバイスキャプテンです。広島セカンドダウン残り1ヤードの状況になります。今度は中央へのランプレー、ナイスラン、ファーストラン。今度はランニングバック20番に託しました。ハンドオフから20番中央滑り込むように攻撃権更新を果たしています。広島ホークスファースター。
まず公益権更新の大役を務めましたのはランニング枠20番の玉山でした。京都教育大学出身。さあ両平久松様、佐藤様、敦子様、メッセージありがとうございます。さあチャット欄も盛り上がってまいりました。さあその中で広島の攻撃は継続します。まずファーストランの攻撃ランプレーから入りました。相手タックルを受けましたが、しかし約3ヤードのゲインとしています。広島セカンドダウンの攻撃に変わります。攻撃権更新、残り距離は7ヤード。広島ホークスセカンドダウン7。再びランニングバックに託します。ハンドオフを受けた20番中央突破を試みましたが、味方オフェンスラインの力も借りまして約2ヤードのゲインとしています。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。さあエールズもここは踏ん張りたいところです。サーダウン5の状況。さあランニング枠39番に託し、左オープンをつきました。味方ブロッカーとともに攻撃権更新図らんというプレーでしたが、わずか1ヤードあるかないかという状況で更新になっておりません。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。39番は竹之内でした。関西大学出身。広島ここで早くも前半1回目のタイムアウトを使いました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。その作戦タイムアウトを広島この第1クォーター早い段階から使う形になりました。この配信は X ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。この企画にご同意くださいました多くの企業様、そして個人の方々のご寄付ご支援によりましてこの企画は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。できる限りその期待に応えるべく私も素人ながら頑張りたいと思っております。さあタイムアウトを解きまして広島体型を変えました。パントフォーメーションを取ります。さあここは、エールズ早々に2ダウンしプレーを止めましたが、ここで反則が発生しています。多くのメッセージありがとうございます。久松さんはマーチン頑張れ、佐藤敦子様は本当、岩田さんへのツッコミですね。で敦子様は、94たけし出てこい、94番と言いますと、これは広島ホークスの、斉藤たけし選手ですね。法政大学出身、こちらの名門ですね。先ほどの反則は広島側にありました。レイトヒット、プレーが終了した際にヒットしたとしてからのヒットをしたということです。この反則は重大な反則として扱われます。反則発生しました時点から15ヤードの抜体従いまして、エールズは15ヤード前進しての攻撃権ファーストダウンを得る形になります。岩田さんは玉山選手のラン鋭いですね、この調子でタッチダウンお願いしますというメッセージ。これがいずれ玉山さん選手の、パワーになってくると思われます。さあ試合再開。リードエフォートエールズ自陣33ヤードからのファーストダウン10。これは広島ナイスディフェンス。
ウェールズ中央へのランプレーにより突破はからんというところでしたが、これは広島40番と4番そして他選手が殺到しましてこのランを阻止しております。セカンドダウンに変わります。素晴らしい活躍しましたのは4番の上谷、明治大学出身。40番は先ほどもコールしました富永です。広島大学出身です。関東学生そして中四国学生のキャリアを積んでいる選手がここで活躍しています。エールズセカンドダウン10、キュービーサークォーターバック4番下がりましてパスを投じようとしました。しかしそこに広島4番77番が佐藤、パスを投じる前に倒しました。キュービーサーク約5ヤードのロスと変えています。見事キュービーサークしましたのは4番の上谷、明治大学出身。77番の西村と、島根大学出身のプレイヤーです。エールズサーダウンロングの状況になります。ボールオンは自陣25ヤード。さあここはランでトップを図ります。キャリア21番ハンドオフを受けて右オープンへのスプリントドロー、スピードに乗りましてまさにこの距離一気に突きランとする勢いでしたが、しかしこれを止められましてフォースダウンに変わります。しかし素晴らしいランを披露しましたのはエールズの21番の東浦でした。桃山学院大学出身のプレイヤー。エールズフォースダウン3パントフォーメーションを取ります。このパントを絶妙の転がりを見せまして広島陣18ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。エールズ広島のディフェンス圧力によりましてパントという形に終わりましたが、しかし陣地挽回を図るには成功いたしました。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗には全く関係がありません。アメリカンフットボールは点取り合戦です。しかし陣地はミスが発生した際の得失点に大きく影響します。この強弱のバロメーターとして陣地はご覧いただければ幸いです。さあ攻撃権変わりまして広島の攻撃、ボールオンは自陣19ヤードから広島ホークスファーストアンテン、さあまずランプレーから入ります。ナニバック20番ハンドオフを受けて密集点に突入、キャリアゲインは約1ヤードほどとなっています。エールズもこのランプレーに関してはディフェンス自信を持っている模様です。ラハルワイ様、貴重なライブ配信いつも感謝していますのメッセージありがとうございます。多くの方々にこのアメリカンフットボール XE のアメリカンフットボールを見ていただきたいという思いで やらせていただいております。さあこれもエールズナイスディフェンス、再び中央突破を今度は39番に託しましたが、これはエールズ66番立ちはだかりましてこのランを阻止しております。見事にタックルしましたのは66番の、池永でした。京都産業大学出身のプレイヤー。広島サーダウン9、パス不成功、ここでパスによる突破を図りました。ワイドレシーバー14番のパスでしたが、このパスはオーバースローでパス不成功となっています。広島フォースダウンに変わります。広島フォースダウン9パントフォーメーションを取ります。
このバントをハーフウェイを越えたところでボールが止まりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてリードイホートエールズに変わります。ここで配信をご覧いただいている皆様にお願いがございます。できましたらこの配信がお眼鏡叶うようでありましたら高評価ボタン、そしてできる限り簡単で結構ですのでチャット内のメッセージを入れていただければ幸いです。 YouTube はその構造上高評価、そしてそのチャット内のメッセージがその後多くの方々へのご視聴の機会を招くか招かないかの大きな分岐点となります。できる限り彼らの融資を多くの方々に知見いただくようぜひ叶いましたらご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ攻撃権変わります。エールズ自陣47ヤードからファーストダウン10。さあ今度のランプレーは出ます。ナニバック34番、テールバックの位置からハンドオフを受けてブロッカーを生かし約8ヤードのゲインを果たしております。ここはこのランプレーはまず出ました。キャリア34番の八木のランでした。近畿大学出身。エールズ相手陣に入りまして相手陣45ヤードからセカンドダウン2。これもランで突破した。リードイホートエールズファースト。今度はショットガンフォーメーションからランニングバックにハンドオフしまして21番左に展開してそこから切れ上がり攻撃権更新です。リードイホートエールズファースト。見事攻撃権の更新をしましたのはランニングバック21番の東浦でした。桃山学院大学出身。さあエールズも攻撃権更新となっています。ボールオン相手陣40ヤードからファーストダウン10。前が空いているが追いつくか。入った、タッチオン。ここで再びランプレーでした。ランニングバック34番ハンドオフを受けて右オープンに展開、オフタックル付近を突破しそのまま相手ディフェンスを振り切って独走、そのままエンドゾーンを囲んでタッチオン。リードイホートエールズ34番八木の快走によりまして先制のタッチオンを挙げております。6点獲得。エールズスナップ乱れましたがこのトライフォーポイントキック決まりまして1点追加です。リードウフォートエールズ7点、広島ホークス0点。まずエールズがタッチダウンで先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがありここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーでの2点です。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって得点が構成され引き分けは起こりにくい方式になっています。そして先ほど得点を挙げたリードイホートエールズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い時とも上げた側がキックオフし試合を再開します。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になります。さあ広島リターンに入った。リターンは10番相手の出方を見るように右オープンを迂回しておりました。自陣28ヤード付近からの攻撃を得ます。さあ得点を許しましたがしかし広島の攻撃に変わります。広島ホークス自陣27ヤードからファーストダウン10。エールズディフェンス陣殺到しました。キャリア20番そのディフェンスが追いすがるところを右オープン迂回しましてこれを約
105ヤードのゲインに変えております。見事なランを決めましたのは玉山です。京都教育大学出身。さあこれでまず前進図っておりまして、セカンドダウン5の状況ですが、ここでホイッスルが鳴ります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス0点リードエフォートエールズ7点。まずリードエフォートエールズが先制している形で第1クォーター終了し、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤戦となります第1クォーターは、リードエフォートエールズが鮮やかな乱攻撃を重ねまして先制となるタッチダウンを上げ、試合の主導権をまず取った形になっております。しかし双方とも攻守に見劣らないという素晴らしい展開を行っており、まだ状況を予断許さない状況となります。果たしてそれがどのように今後展開していくでしょうか。攻守の方向を変わりまして、これより第2クォーターに入ります。敦子様、どうやらホークスのランニング枠20番の玉山選手推しのようですね。今シーズン非常に快走を飛ばしておりますが、この試合はまさに正念場、その快速が発揮できることに期待しましょう。これより第2クォーターに入ります。広島、画面向かって右から左に攻める格好に攻守、その攻撃方向を変わりまして、セカンドダウン5に入ります。これはエールズナイスディフェンス。広島はここでオプションプレーを選びました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託す選択プレーですが、ここはランニングバックにピッチし託しました。しかしそれをエールズ8番見事に対応しまして、このランノーゲインとしています。素晴らしいディフェンスを披露しましたのはリードエフォートエールズ8番の渡辺でした。広島大学出身。さあ広島サーダウン5に入ります。これもナイスディフェンス。ここで広島はドロープレー、パスに見せかけたランプレーで相手の裏を突くように中央へランニングバック20番を飛び込ませました。しかしこれをエールズ2番見事に対応しフォースダウンに変えます。素晴らしい対応をしましたのはエールズ4番の信弘でした。クォーターバック兼任のプレイヤーがここで出ております。京都工芸繊維大学出身。広島フォースダウン4、パントフォーメーションに変わります。エールズこのボールを自陣40ヤード付近で抑えまして攻守交代とします。さあ攻撃権変わりましてリードエフォートエールズの攻撃になります。エールズ自陣39ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。これは広島がナイスディフェンス。
今度はクォーターバック4番が自らの走力で右オープン展開を図ろうというところでしたが、これは広島94番見事に対応し1ヤードロスに変えています。素晴らしい対応したのは広島94番の斉藤、法政大学出身です。先ほど厚子様ですね、メッセージいただいておりました斉藤選手、まずここで一つ大きな仕事を決めています。リードエフォートエールズセカンダウンイレブン、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエスが投じられますと、これは反則発生を意味します。どちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは定められたタイミングでプレーをしなければいけません。プレー開始前1秒間の静止など様々な条件があります。これを守らずプレーを展開しますと5ヤード抜体となります。従いましてエルズセカンドダウン16で試合再開です。エルズセカンドダウン16、パス成功。クォーターバック4番プレイアクションから身構えましてロングパスを投じる構えになりました。ディフェンス見事にカバーしておりましたが18番にパス、18番ワンハンドキャッチ試みましたが、しかしパス不成功となっています。結果的にパス失敗でサードダウンに変わります。エールズサードダウン16。さあこの距離は非常に厳しいですが突破できるでしょうか。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック4番パスを投じんと身構え、しかしカバーがいいと判断し、ここでスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。相手タックルをかいくぐるように一気にスピードによって右オープン展開し攻撃権更新としておりますが、ここでイエローフラッグが投じられております。さあこの反則は果たしてどちらのチームにありましたでしょうか。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトも入っております。オフェンスチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則がありました地点から10ヤード抜体する形になります。従いまして先ほどのプレーの反則があった地点から下がった格好になりまして、サードダウン4で試合再開となります。エールズサードダウン4、さあここでランプレーでトップを図りました。キャリア34番タックル受けながら右オープン展開し飛び込みましたが、しかし攻撃権更新にはわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ここは広島のディフェンス陣踏ん張りを見せております。エールズフォースダウン残り1ヤード、
ここでホイッスルです。ここでエールズが前半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、個人様のご寄付によりましてこの配信は成り立ちました。非常に感謝申し上げます。この配信叶いましたことによりまして、この会場にお越しいただくことが叶わない遠方地におられる方々、ご病気をお持ちの方々、ご高齢の方々にもアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能になりました。できる限りアメリカンフットボールを多くの方々に、そしてザイアにありますこの X3 のアメリカンフットボールをご覧いただきたいということで実現しましたこの企画、今後も継続したいと思いますので何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。現在の企画は申し込んでおります。この配信の YouTube 説明概要欄にそのショッピング、申し込みの項目となりますショッピングカードございますので、そちらの方をご覧いただき、企画ご賛同叶います内容ありましたらぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。試合再開となります。エールズフォース残り1ヤード、パントフォーメーションを取ります。このパントは広島陣28ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島ホークスの攻撃に変わります。岩田さんはナイスディフェンスのメッセージ通り、広島ここはディフェンス陣踏ん張りました。攻撃は広島ホークスに変わります。広島自陣28ヤードからファーストダウン10。クォーターバック下がりましてパスを投じようとしました。しかしそこにエールズ70番殺到しキュービーサック、パスを投じる前に仕留めております。見事にこのプレーを潰しましたエールズの70番は、前園です。素晴らしいプレーを見せました。さあ広島セカンドダウン10、パス成功。今度は右側に展開しておりましたワイドレシーバー10番にパスを通し約3ヤードから4ヤードのゲインを果たしております。広島ホークス10番は佐伯です。関西大学出身。広島ホークスサーダウン5、ボールオン自陣32ヤード。さあここでオプションプレーでいったピッチしましたランニング枠20番の突破を図りましたが、これはエールズディフェンス陣踏ん張りましてフォースダウンとなります。共に素晴らしい攻防、そして多くのさまざまな素晴らしい技術が披露されております。素晴らしいブロック、タックルの応酬にも注目ください。広島ホークスフォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。さあエールズリターンに入ります。リターナー17番これをキャッチし解散としましたが、結果的にはエールズ陣30ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてリードエフォートエールズの攻撃に変わります。ボールオンエールズ陣27ヤードからリードエフォートエールズファーストダウン10で、ここから攻撃が始まります。
リードイ・フォート・エルズファーストダウン10。ラニバック34番ハンドオフを託されました。左を2黒突破、味方ブロッカー生かしまして約7ヤードのゲインとしています。キャリア34番は八木、近畿大学出身。ヘイルズセカンドダウン3、ナイスラン、ファースター。何枠21番ハンドオフから左オープンを展開、相手ディフェンスかわしまして攻撃権更新としています。リードフォートエルズファースター。見事攻撃権更新を果たしましたのは何枠21番の東浦でした。桃山学院大学出身。エルズ自陣42ヤードからのファースダウン10。今度は左オープンのランプレーですが、これは広島ナイスディフェンス。ラニバック34番の動きにラインバッカー54番見事に対応しまして、このラン、ノーゲインに変えています。見事対応しましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテンです。エールズここでオフェンスに許される1秒静止前のポジションの変更、シフトを起用し相手ディフェンスの動きの裏をつかんとしております。ヘイルズセカンドダウン10。今度は中央へのランプレー、ラニバック21番ハンドオフを託されまして中央見事に滑り込むようにゲインし約8ヤードのゲインと変えています。ヘイルズ21番は東浦、桃山学院大学出身。ヘイルズサーダウン2。さあこの中央のランはどうか、これは広島止めます。ヘイルズフォースダウンに変わります。エルズフォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを取る模様です。このパントを絶妙のコントロールで広島陣3ヤード4ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。ナイスパント。さあ広島攻撃を取り返す形になりましたが、自陣4ヤードからの攻撃となります。前半残り時間は26秒となっています。
広島ホークスファーストダウン10。中央エンドランプレー、密集点につきまして、まずここは確実に時間を消費する構えのようです。ここでホイッスル。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、広島ホークス0点、リードエフォートエールズ7点。リードエフォートエールズがワンタッチダウンリードする形で前半戦終了です。互いに攻守素晴らしく目覚ましいプレーが散見する攻防戦となっております。この両雄の一戦、まさに全勝対決にふさわしい試合となっております。その中エールズが鮮やかに乱攻撃を重ねまして、まず先制のタッチダウンを上げ、このワンタッチダウンによって現在試合の主導権優位性が発生している状態になっております。さあ、この打開点双方ともこのハーフタイムで見出すことができるでしょうか。このインターバルをこの配信でも休憩とさせていただきまして、一旦音声を切らせていただきます。後半戦再開まもなくとなりましたら、再び音声を入れさせていただきます。さあ、審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半戦を終えまして、その得点はリードエフォートエールズが7点、広島ホークス0点と、その差ワンタッチダウンという状況になっておりますが、スコア以上に非常に白熱した一戦になっております。双方とも見応えある攻防が展開されておりまして、予断許す状況にはありません。この優位が最終的に勝敗を決める状況になるかどうか、まだ定かでないほど双方に実力があります。その意味ではこのハーフタイムで共に突破口を見出せたかどうかが非常に注目となります。さあ、その後半戦が間もなく開始となります。後半戦はエールズのキックオフで試合開始する形になります。キックオフしますのはエールズの2番のプレイヤーです。2番石井が務めます。広島大学出身。広島はリターナーに10番と14番が入っております。広島リターンに入ります。いいブロックができている。リターナー10番、右サイドライン際駆け上がりまして、自陣40ヤード付近の攻撃で位置を得まして、ここから広島の攻撃に変わります。広島リターナーは10番の佐伯でした。関西大学出身です。キッキングチームにおいては一律の長あります。関西大学出身のプレイヤーがここで活躍しています。広島ホークス自陣41ヤードからのファーストダウン10。まず中央エナのプレー、エールズディフェンス陣がプレッシャーかける中、キャリア20番右オフタクル付近をスピンタムーブ決めながら約3ヤードゲインとしています。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン7。パス不成功、ナイスパスカバー。今度は右に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、これをエールズ18番見事にパスカットし、パス不成功としています。素晴らしいパスカバーを見せましたのはエールズ18番の加本でした。
明治大学出身です。広島ホークスサーダウン7、広島ここでオプションプレーによる突破を図りました。しかしこれもエールズ8番見事に対応しておりまして、フォースダウンに変わります。ここは20番玉山の総力によって突破を図りましたが、これをエールズ8番の渡辺が仕留めました。渡辺は広島大学出身です。広島フォースダウン3、パントフォーメーションを取ります。このパントはエールズ陣20ヤード付近でボールデッドしまして、この位置での攻守交代となります。明日も頑張るさんはメッセージありがとうございます。この試合の勝利によって X2 に上がれますかというメッセージですが、厳密に言いますとこの両チームともに権利はともに伴っております。現時点においてはともに3戦全勝という状況ですので、今季、上位3チームという枠には現時点では入っております。ただし 3勝の場合ですと相星となりまして、場合によっては3位に入れない場合があります。この点におきましては4勝目を確保することによって上位2チームに入ることが確定しますので、この試合に勝った方が少なくとも X2 昇格は確定という形でご解釈いただければ幸いです。さあエールズ最初のプレーはランプレーでした。キャリア21番、ハンドオフから左オープンをつきまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとなっています。もちろん他のチームに3勝相星というチームがいなければこの状況は、発生しませんので、この2チームともに上がれる可能性高いと見えますけれども、現時点ではまだ確定というふうには申し上げづらいところにはあります。その点におきましても4勝目を得られるかどうかは非常に重要な一戦となっています。さあ再びランプレーです。今度は左オフタックルに突っ込ませる形のランプレー。キャリア34番の突進にかけまして約5ヤード近いゲインとなっています。現在この試合をご覧いただいている方々にお願いがございます。もし配信の内容に、が沿っておるようでありましたら、できましたら高評価のボタンないしは簡単なもので結構です、チャット欄のメッセージをお願い申し上げます。 YouTube はその構造上、高評価そしてチャット欄のメッセージによって他の見ていない方々への推薦の優先順位が変わってまいります。この熱戦できる限り多くの方々にご覧いただきたいと思いますので、何卒ご協力お願いします。さあエールズこの1ヤードをランプレーで突破しました。キャリア22番、ハンドオフを託されまして見事攻撃権更新です。ディートフォートエールズファスター、見事攻撃権更新果たしましたのはエールズ22番の山下です。摂南大学出身、そしてチームの創設者であり代表でもあります。さあ勢いに乗ってきましたエールズ、ボールを自陣42ヤードの位置まで返しましてのファースト判定。さあ抜けていく、前追いつくか、振り切った、タッチダウン。ランニングバック21番、ハンドオフを託されまして中央突破、相手の隙間をすり抜けるように一気に独走、そのまま相手を振り切ってそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。リードエフォートを得れず6点追加となりました。見事タッチダウンダウンを決めましたのはランニングバック21番の東浦、桃山学院大学出身のプレイヤーです。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加となりました。
リードフォードエールズ14点、広島ホークス0点となりました。エールズ見事タッチダウンでリードを広げる形に成功しております。敦子さんはメッセージありがとうございます。正直言いますと、なるだけ解説という形で私の主張を加えたくない思いではあります。この点においては私自身も極力気をつけていきたいと思っておりますが、なるだけ実況という客観的な形での皆さんへのご紹介をしていきたいと努めます。ただ中にはアメリカンフットボール独特の表現がございますので、こういったものももろもろをご説明として加えていくように心がけたいと思います。さあ、その得点を挙げましたリードフォードエールズのキックオフで試合再開となります。さあ、広島はこのキックオフリターンでどこまで返せるでしょうか。さあ、リターンに入ります。リターンの10番ジャックルしました分、そのタイミングずれる格好で厳しい状況に入りましたが、なんとか粘りまして自陣20ヤードの位置を確保しました。この位置から広島の攻撃に変わります。さあ、広島この位置から反撃となるタッチダウンを取ることが可能でしょうか。自陣20ヤードから広島ホークスファーストダウン10。さあ、こちらも落下出ます。ランニングバック39番ハンドオフから右オープンに展開、相手ディフェンスの隙間を縫うようにサイドライン際を駆け上がりまして一発で攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン。見事なランを決めましたのはランニングバック39番の竹野内でした。竹野内は関西大学出身のプレイヤーです。敦子様結構です。いつも、ご視聴いただきましてありがとうございます。広島ホークス攻撃権更新しファーストダウンとしています。さあ、ここでトリックプレーを決めた広島、ここでリバースプレー、一旦ランニングバックに手を出し、その反対側から走り込んできたレシーバーがすれ違いの側にボールを受け取ってカウンターを決める大技、エンドアラウンド、ディフェンスオフェンスラインを大きくまくるように展開するカウンタープレー決まりまして、これも攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン。見事決めましたのはワイドレシーバー9番の酒井、島根大学出身のプレイヤーです。さあ、勢いに乗ってきました広島ホークスファーストダウン10。ここでエールズが踏ん張ります。ランニングバック39番ハンドオフから右オフタックル付近伺うところ、エールズ5番が殺到しましてこのランを阻止しております。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。タックルしましたのはエールズの5番の山下、近畿大学出身のチームキャプテンです。さあ、一つエールズがくさびを打ちました。広島弾き飛ばせるでしょうか。広島セカンドダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームには制限があります。プレー開始前には1秒間静止しなければいけません。これを守ることができずプレーしたため5ヤード抜体となりました。広島ホークスセカンドダウン15で試合再開です。ビッグプレーが発生した。タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。
フィールド上、審判団からイエローフラッグが投入されました。さあ、このプレーの際にありました反則は果たしてどちらの反則だったでしょうか。先ほどの、ファンブルリカバーの際、リターンの際に、リターンチームになっておりましたエールズに反則がありました。背後からの不正なブロックです。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは後ろから相手選手を当たってはいけません。この反則により反則発生地点から10ヤード抜退という形になります。しかしターンオーバーは成立しております。ボールが止まりました地点から10ヤード下がってエールズの攻撃に変わります。タッチダウンは成立していないという形になりますが、攻撃権はリードイフォートエールズに変わります。見事このファンブルリカバーを決めましたのはリードオフとエールズ5番の山下でした。近畿大学出身です。さあ、エールズ結果的には相手陣21ヤードからの攻撃に入ります。リードオフとエールズファーストダウン10。さあ、まずランプレーを投入しましたが、ここは広島がまず踏ん張ります。中央突破を34番に図らせましたが、これは広島5番、失礼しました、40番が対応しましてノーゲインに変えています。広島40番は富永です。広島大学出身。失礼しました、約2ヤードのゲインとなっていた模様です。リードイフォートエールズセカンドダウン8。さあ、ここでオプションプレーでランニングバックに戻せました。22番の突進にかけましたが、ここは広島ディフェンスライン陣踏ん張ります。さあ、エールズはサードダウンに変わります。エールズサードダウン6。ここでホイッスルが鳴ります。イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。いわゆるフライングを行ってしまったようです。5ヤード抜退となります。さあ、エールズ5ヤード下がりましてサードダウン11の状況に変わります。広島は何としてもここは防ぎたいが、エールズ突破図らんというプレーをここで投入するでしょう。さあ、このサードダウン11の状況を注目しましょう。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック右オプションフェイクから、そこからロングパス、ディフェンスを振り切った87番そのまま一気にノーバックになってエンドゾーンに飛び込み、そのボールをキャッチしましてタッチダウン。エールズこのタッチダウンパスによって6点獲得となりました。見事このタッチダウンパスをキャッチすることに成功しましたのはリードエフォートエールズ87番の福山、近畿大学出身のルーキーです。しかしこのトライフォーポイントのキックは失敗となりました。6点止まりとなっています。リードイフォートエールズ20点、広島ホークス0点。しかしエールズタッチダウンでさらにリードを広げる形に成功しました。
広島ホークスの一瞬の隙をつきましてリードイホートエイブズ自らの攻撃の機会を着々と得点機に変えつつ試合の主導権をさらに自分たちの優位な形に進めていっております。そのリードイホートエイブズのキックオフで試合再開です。広島リターンに入ります。リターンの8番タックル受けながら前進試みましたがここでイエローフラッグが発生しています。先ほどのプレーの際にオフェンスチーム側に反則があった模様で5ヤードの罰退となるようです。コールがちょっと確認できず申し訳ありませんがオフェンス側の方に5ヤードのペナルティが発生し、広島ホークスファーストダウン15の状況になる模様です。失礼しました、プレー開始 地点そのものが交代するだけでファーストダウン点での試合再開です。試合再開です。広島ホークスファースターパス不成功。クォーターバック3番プレイアクションからワイドレシーバー27番にパスを投じましたがこれはディフェンスのカバーもありましてパス不成功となっています。広島ホークスセカンドダウン10ボールオンは自陣17ヤード。パス不成功。ナイスパスカバー。クォーターバック3番右スプリントアウトからワイドレシーバー10番にパスを投じましたがこれはエールズ18番見事にパスカバーしパス不成功としています。エールズ18番は鴨本です。明治大学出身のルーキーです。広島ホークスサーダウン10QB サーク。クォーターバック16番プレイアクションからロングパスを投じんと構えましたがこの一瞬の隙をつきましてエールズ9番が QB サークパスを投じる前に仕留めました。フォースダウンに変わります。
見事 QB サックをしましたのはリードエフォードエールズ9番の梅本です。近畿大学出身。広島ホークスフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。パンターエンドゾーンからの非常に危険なパントになります。エールズこのパントを広島陣35ヤード付近でフェアキャッチしまして、この位置で攻守交代となります。エールズ先ほどのパントシチュエーションでも非常に大きなプレッシャーをかけていました。結果的に広島は自陣脱することできず、広島陣での攻撃譲渡となっています。エールズこのチャンスを生かせるでしょうか。エールズ自陣、失礼しました、相手陣35ヤードからのファーストダウンテン、パスは成功。まずここでプレーアクションからワイドレシーバー17番へのヒッチパスを投じました。17番のキャッチアンドランを図らんというプレーでしたが、これは広島ディフェンス陣見事に対応しまして、ゲインは1ヤードから2ヤードにとどめております。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、広島ホークス0点、リードエフォートエールズ20点。エールズが現在3ポゼッション、ポゼッションリードする形で最終クォーター、第4クォーターに移ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。多くの方々のご支援がありまして、この企画は成立し、そして会場にお越しいただくことが叶わない方々にも、このアメリカンフットボールをご堪能いただくことが可能となりました。今後もこの活動は継続していきたいと思います。その企画にご希望を叶います内容がございましたら、ぜひご協力を皆様よろしくお願い申し上げます。この配信の説明概要欄にその申し込み書となりますショッピングカートの URL ございます。こちらの方にあります様々な企画がありますので、そちらの方でご賛同叶いましたら幸いです。配信を行っておりますのは私含めてボランティアでの配信ですので、至らない点は多々ございますが、できる限り皆様のご期待に添えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ攻守方向を変わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。エールズ相手陣33ヤードからセカンドダウン8。ここでドロープレーに入りました。パスに見せかけて、そこから中央突破図らんというランプレーを敢行しましたが、これは広島54番見事に対応し、ゲインは1ヤード程度にとどめています。広島ホークス54番の大江、ここで奮闘しております。島根大学出身。エールズサーダウン7。パス成功。クォーターバック11番下がりまして、ワイドレシーバー21番にパスを投じましたが、このパスオーバースローでフォースダウンに変わります。アツコ様の諦めるなホークスのメッセージにチームが応えるかのような素晴らしいディフェンスを披露しました。エルズフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。
ここでこのバントエンドゾーンギリギリの絶妙の位置にありまして、そこで抑えられるかというところでしたが、広島起点を利かせまして若干ですが返す形に成功しています。自陣8ヤード付近からの攻撃を終えています。パントはその処理を双方一瞬でも誤りますと大きな陣地移動が起こる、そのプレーでもあります。その点におきましてもこの攻防戦非常に注目というところになりましょう。さあ広島の攻撃に入ります。広島自陣8ヤードからのファーストダウン点、さあまず中央へのランプレーを投じます。キャリア20番中央トップはからんと密集点飛び込みましたが、これはエールズ踏ん張っております。セカンダウンに変わります。広島ホークスセカンダウン9、さあ再び中央へのランプレー、密集点に飛び込ませましたキャリア20番です。オフェンスラインも押し込みまして約4ヤードほどゲインに変えました。広島ホークスサードダウン6、さあエールズのディフェンスライン陣を突破することができるでしょうか。パス不成功。クォーターバック3番、ここで右に展開したワイドレシーバー10番へのパスでしたが、わずかにパスがショート、キャッチできずパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。シャン様、ディフェンスライン陣、おそらくエールズのディフェンスライン陣ですね、非常にスピーディーでボールに対する集約がよくできているというふうに私も感じます。このスピードがエールズ攻守ラインとも非常に優れている、この点がこのエールズの特色とも言えるでしょう。広島フォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。広島は非常に厳しい陣地でありましたが、なんとかハーフウェイ付近までボールを返す形になりましての攻守交代です。さあ攻撃権変わりまして、今度はリードオイフォートエールズの攻撃に変わります。ボールの位置は横、相手陣46ヤードからの攻撃に入ります。エールズファーストダウン10、さあオプションプレーを展開しようとします。フルバック22番にボールを託しまして中央トップ図りましたが、ゲインは約1ヤードにとどまっております。前節はこのオプション攻撃をサイドワインダーズ戦で見事に機能させまして、サイドワインダーズを倒すという素晴らしい試合を展開しましたが、広島対策していますでしょうか。このランがこの試合は封じられております。ヘールズセカンダウン9、さあ再びダイブプレーです。オプションのアクションからダイブを託されました22番、今度は左にカットワークを切りトップを図りましたが、これも対応されております。ゲインは2ヤードほどにとどまっております。エールズサードダウン7、
今度はモーションをしましたバックスに直接ピッチし、右オープンへのスイーププレードしました。しかしこれも広島対応しましてノーゲインとしました。フォースダウンに変わります。この辺りは広島、このオプション攻撃に十分対策を練ってきた感が見受けられます。このパントはリターンを避ける形で左サイドライン側に蹴り出しまして、広島自陣26ヤード付近の攻撃を得まして攻守交代となります。テイルズ、前節で非常に好調でしたオプション攻撃によりこの状況を優位にせんと考えましたが、広島見事対策しましてこれは封じました。オプション攻撃そのものはその出現からすでに半世紀以上が経っております伝統的なシステムプレーになります。ゆえに対策もすでに普及されておりますので、この点広島にもノウハウがあったと思われます。さあ広島、今度は取り返しました攻撃を生かせるでしょうか。自陣26ヤードからのファーストダウン点、ナイスラン。何枠20番ハンドオフを託されて左オープンを展開、味方ブロッカーを生かして約8ヤード近いゲインを奪っています。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン2、ボールオンは自陣35ヤード。トラブル発生、ターンオーバー。ここで広島、ハンドオフの際にトラブルが発生しました。おそらくはこれ自体がオプションであったと思われますが、その時にボールの所有者の判断が誤りましてボールがロストしました。ファンブルロストしたボールはどちらが抑えても構いません。この一瞬の隙をエールズ9番見事に抑えまして攻撃権ダッシュです。リードイホーとエールズの攻撃に変わります。 見事なファンブルリカバーを決めましたのはリードイホーとエールズ9番の梅本でした。近畿大学出身です。さあ攻撃権を取り返す形になりましたエールズ、相手陣32ヤードからの攻撃に入ります。リードフォートエールズファーストダウン10。広島素晴らしいディフェンスです。エールズここでランプレーにより右オープン展開を21番に託そうとしましたが、ここで広島ディフェンス陣がものすごい勢いで殺到しまして、このラン押し返し10ヤード以上のロスに変えています。広島闘志衰えておりません。エールズセカンドダウン20、ここでホイッスル。ここでエールズが後半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご支援、そして多くの企業様のご記者によりまして、この配信は実現いたしました。そのご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この YouTube 配信の説明概要欄に、その申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。そちらをご覧いただきまして、内容沿いますものがありましたら、ぜひご協力をお願い申し上げます。この企画によりまして、私も X2-3 のほか、地方学生の甲子園ボールに至るリーグ戦などを取ることが可能となりました。今後も活動を継続したいと思いますので、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。
さあ試合再開です。エールズセカンドダウン20。パス成功。ここでプレーアクションのパスをクォーターバックワイドレシーバー17番にパスを通しまして15ヤード以上のゲインとしています。非常に厳しいと思われましたが一気に攻撃権更新可能な位置まで前進する形になりました。見事なパスキャッチを決めたのはワイドレシーバー17番の丸山です。京都工芸繊維大学出身のプレイヤー。エールズサーダン4。ここでホイッスル。これで審判団からホイッスルが吹かれております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイとなります。従いましてエールズサードダウン9で試合再開となります。成功。攻撃権更新です。エールズファスター。ここでエールズはプレーアクションのパスをワイドレシーバー5番に投じました。5番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。リードフォートエールズファスター。見事攻撃権更新を果たしましたのは5番の山下でした。近畿大学出身のチームキャプテンです。本来はディフェンスラインの選手ですがここではオフェンスのプレイヤーとしても活躍しております。ヘルズファーストダウン10。ナイスゲーム。ファースター。ランニングバック21番、左右に展開してのフレアパスをキャッチアンドラン。相手のディフェンスの隙間を縫うように一発で攻撃権更新としました。リードフォートヘルズファースター。見事に攻撃権更新を果たしましたのはチームの代表でもあります22番の山下でした。摂南大学出身。ここでホイッスル。広島はここで後半1回目のタイムアウトを取りました。ここへ来て好調になってきましたエールズのパス攻撃に対応するべくここでディフェンスですがタイムアウトを取ります。本来ならば攻撃でこのタイムアウトを使いたかったところではありますがしかし勢いに乗りましてこのまま得点を広げられてはまずいとここで広島はタイムアウトを取りました。タイムアウト解けまして試合再開となります。ヘールズ相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴール。タッチダウン。ランニングバック21番ハンドオフを託されまして右オープンに展開。味方のブロッカーを生かしてそのまま一気にエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。エールズ26番のタッチダウンランによりまして6点追加となっています。26番は東浦桃山学院大学出身。
キック成功、1点追加。リードフォードエールズ27点、広島ホークス0点となりました。終盤に入りましてエールズが勢いに乗ってきたようです。着々とそのスピードあふれる攻守を見せまして、現在得点を重ねながら試合の主導権を確実なものとしていっております。さあこのキックオフで広島どこまでリターンすることかなうでしょうか。広島リターンに入ります。非常に厳しいリターンでしたが、なんとか返さんと10番粘りまして、自陣10ヤードを超えた地点からの攻撃となります。さあここでオフェンスチームの踏ん張りに期待したいところです。岩田様のメッセージ通り、オフェンスチームの意地を見たいところでもあります。広島ホークス自陣11ヤードからファーストアンテン。中央へのランプレーを投入しましたが、ここはエールズ譲りません。ノーゲインです。セカンダウンに変わります。広島ホークスセカンダウン10。ここもエールズのディフェンスが見せます。オプションプレーによる突破を図らんと何枠にピッチしましたが、これを9番見事に対応しロスタックルで仕留めました。ここでホイッスル。ここで広島が後半2回目のタイムアウトを使います。広島としては何とか1本返したいというところではありますが、エールズのディフェンス陣がさらなる勢いづいている状況、今のところ突破口が見出すことが難しい状況に立っているように感じます。ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。タイムアウトを解けまして試合再開となります。広島サーダントゥエル。これもエールズが対応します。右オープンを39番につかせんというところでしたが、これもエールズ25番が対応しましてノーゲインとなっています。フォースダウンに変わります。エールズ25番は高本、近畿大学出身です。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、リードオフォートエールズ27点、広島ホークス0点でリードオフォートエールズの勝利となりました。
エールズ、この全勝対決を見事に制しまして4戦全勝となりました。おそらくはこの4勝を持ちまして X2 昇格が確定という形になったと思われます。見事でした。ナイスファイトでした。チタン様、ホークス全力を尽くしていることは本当によくわかりました。ナイスファイトだったと思います。なんとかここで白星重ねて全勝でもって X2 のその確約を取りたいという投手はみなぎる一戦ではありましたが、残念ながらこの一戦はエールズが制する形になりました。しかし広島をここまで全勝にやりました。その力まさに遺憾なく発揮した一戦でもありました。本日は応援と運営ありがとうございました。ホークスナイスファイトでした。次節最終節で X2 確約を確保するよう頑張ってください。エールズも残りの一戦を白星飾る形で全勝を持って X2 目指せるよう奮闘を期待します。本日はご提案ありがとうございました。小雨降る中、非常に厳しいコンディションの中、白熱ある一戦を両チームありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで一旦終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。この後に続きます、本日の第 4節の残り1試合にあるサイドワインダーズクラブベアーズの一戦も、チャンネルサイトを変えまして配信させていただきます。ただ申し訳ございません、この後に控えております第5節最終節の試合は私の都合で申し訳ないのですが会場に来ることが叶いません。従いまして配信そのままはおそらくないという形になると思われます。誠に残念ではありますが、もし最終節この選手たちの結末ご確認いただく方々はぜひ現地会場にお越しいただければと思います。できましたらこの熱戦は現地でお楽しみください。本日の配信は担当させていただきましたのは私道楽やりちゃでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。